ディストモは、ギリシャ共和国中央ギリシャ地方、ビオティア県にある町。行政上は、ディストモ・アラホバ・アンデキラ市の一部であり、同市の中心地区である。ビサンティン建築の傑作とされ、世界遺産にも登録されているお市をするカス、修道院はこの町の近郊にある。また、第二次世界大戦中に統治を占領していた。 ドイツによって引き起こされたディストモの虐殺の舞台としても知られる。ディストモの町はヘリコン山世6、海抜およそ450メートルの地点に所在する。コリンティアコスワンの海岸からは北へ5キロメートルの 場所で、アラホバの南東約9トル、デスフィナの東1 2トル、デルフィの南東1 6トル、リバディアの西1 8トル、アテネの北西1 0 5トルに位置する。ナフパクトスとリバディアを結ぶ国道48号線が街の北を通っている。第二次世界大戦中の1944年6月10日、当地を占領していたドイツ軍は、住民に対する、 集団的懲罰を行った民間人に対する集団的懲罰はドイツ占領下のギリシャで行われた戦争犯罪の一つである。ディストモの村人はゲリラと無関係であったにもかかわらず、ドイツ兵3名が地元のゲリラによって殺害されたことに対する報復として、生後2ヶ月の乳児から86歳の老人までの218名が殺害された。数十年後、 ギリシャの裁判所は、ギリシャ人犠牲者に対する賠償を認める判決を下した。しかし、ドイツ政府は、ギリシャ政府に対し、判決を無効化する、要政治的な圧力をかけた。ギリシャ政府の判決を行使するために、ギリシャ当局にとっては不本意なことながら、事件は、イタリアの法廷に持ち出されて争われることになった。裁判は、イタリア北部、メナジョノビラビゴニーで開催された。 ドイツ政府は、イタリア最高裁の判決を不服とし、国家無党籍を主張して、国際司法裁判所に上告している。アルミニウム生産業のアルミニウムオブ・グリース社の工場が、海沿いのアイオス・ニコラオスにある。その他の産業としては、農業とサービス業がある。ビオティア県におけるキュディストモ・シディストモ地区は、ディストモ・アラホバ・アンディキラ市を構成する、行政区である。かつては、 ビオティア県に属する自治体、ディストモ市であったが、カリクラティス改革に伴う、自治体統廃合によって、ディストモアラホバアンデキラ氏が編成された。表中の、デルタ。デルタ。はデルタイタミュータウイオタカッパ。デルタイオタアルファミューロウイオタシグマミューアルファの略であり、カポディストリアス改革による統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。 お使用するカス修道院ビザンティン建築の傑作とされるお使用するカス修道院はこの町の近郊にある。ありがとうございます。